代表の田中です。なんで動いてるかっていうと、これから動くのでちょっと準備体操です。今日は崩れた時の対処法を教えたいと思います。構えてて相手の技が来て、あっと思って崩れたりするじゃないですか。あっって崩れて、ここからさあどうする。このままこうバーンって崩れちゃう人もいるし、このままあっって後ろになっちゃう人もいるし。このまま、まあ、回れる人もいる。でもやっぱりこのままね、このあ崩れたそこから何か技が出せれば一番強いんじゃないかなって思うのね。最近めっちゃ思ってて、どこに崩れてもね、例えばこっちに崩れたとしてもこの崩れた場所から何か技が出せるんじゃないかって。何が出せますでしょうか。こっちがここから言葉変になって何が出せるかな。こうやってカクって崩れた、例えば中段打って、あ、ダメだった、崩れた、このところか、もうここからでもいい、ここからでもいいし、ここから例えば前足を曲げながら打つこともできるし、例えば中段打って、あ、落ちちゃった、ここから相手が上にいるのであればここから蹴りでもできるし、どう、結構かっこよくない結構かっこよくないですか。だから例えばもう、あ、相手が来ちゃった、バーン当たっちゃった、バーン、ここから蹴るとか、ここから突くとか、どうですそれができれば結構最強だと思うの。崩れた時に止まらないっていうことを意識して、例えば崩れた相手見る、相手がどこにいるか、崩れた相手見るみたいな、そういう練習をちょっと対面相手をつけてもちょっと今後乗せていこうかなって思います。で、こう一人だとやっぱりね、どういう崩れ方をするかって当たってみないと分かんないし、相手と対面でやってみないと分かんないから、で、その普段こういう崩れ方してしまう、その後の対処法が分からないとか結構あると思うのね。だからその崩れたところから何ができるか、どういう動きをすればその技が楽に出せるかっていうのをちょっとやりたいと思うんだけど、例えばね、崩れた時にね、崩れてこのまま倒れない限りは足がしっかり守ってると思うのね。で、大事なこととして言うと、どっち足に重心がかかってるかっていうことがすごく大事。この瞬間に例えば後ろにかかっちゃってた、そうすると、でも前足はすごく楽に動くでしょ。だからこのまま蹴ってもいいし、でもし近かったら、このまま前に出ずに、もし相手が近くにいたらね、前に出ずに、このまま技を出すこともできる。で、今の空手っていうのは当てなくていいの。てかむしろ当てちゃいけない。でしょ？だから当てないで、ここを見せる、ちゃんと。崩れたところから、ここからここを見せて、しっかり相手との距離ね、少し開けて引く、で引いてまた相手を見る、こういうのがすごく大事だと思うね。だからやっぱりこれも一番大事なことは、崩れた瞬間に相手を見れること、そのぐらいの自分の余裕がないと、まあできないことなんだけど、だからその癖をつける。どんな時でも相手を見る、で、あ、相手を見る、崩れても相手を見るこの動きは変だけどねまあもしね、まあ、こうなっちゃった時でも相手を見る、崩れた時でも相手がどこにいるか、そこに向かって、もしこの体勢から何かできるとしたら、この体勢からでも打った方がいいし、だって打って引けば入るんだよ。だからもったいないことしないように、隙を作らないっていうことがすごく大事。どんな強い選手でも絶対に隙はあるから、でその崩れた隙を狙って打つでしょ、みんなは。だから自分はこの崩れたところの隙を作らない、そしたら結構最強人間になれる。どう
どうでしょうかこの考え、うん、ってことで、まあ、今日はちょっと崩れた瞬間に技を出す練習しましょうか。例えばね、じゃあバーン当たられて、あ、後ろにあーってなっちゃった、はい、ここからあなるのはいいんだけど相手を見る、打つで、しっかり元に戻る。ちょっと相手に揺さぶられて、あ、うわ、動いちゃった、でも相手が来る瞬間に打てば決まりますこれは、まあ、相手との距離もあるし、相手の技のスピードとかもあるんだけど、それに合わせてやっていけば確実に入ることだと思うので、ちょっと皆さんもやってみてください、まあ、この練習方法としては次のあの 対人でやった時に載せたいと思います、まあ、今日はとりあえずこんな方法があるよっていう紹介でした。今日のチャンネルが良かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではバイバーイ